はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回この2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は円錐の展開図です。これはまあ前回のテスト対策でもちょっとね、やりましたけど、で、こいつが書いてあって、底面の円をね、ここね、この円 O の半径を求めたいという問題です。で、今回ちょっと2番で赤ペン使いたいんで、1番青で行かせてください。だからここの半径出したいんで、まあ、X とかって置いておきましょう。で、これですね、自分が思いつく限りは解き方が3つあります。で、時間ちょっと長くなっちゃうんですけど、全部の解き方が一個一個大事なので、一個がやらせてください。だから、倍速で見てもらったりとか、早送りしてもらって構わないので、よかったらね、ちょっと見てみてください。で、まず一個目が、おそらく学校の先生がこの問題を扱った時に、学校の先生はこの解き方をやるんじゃないかなっていうのからいきます。で、一個目はですね、これ、前回もやりましたけど、組み立てた時に、ここの円の円周ね、底面の円周と、この扇形の弧の部分が同じ長さになります。なぜなら、組み立てたらくっつくとこだから、ちょうど。ここと、このカーブのとこね。だから、それが同じっていうのを使って解いていく。ちょっとパターン1でいい？パー1ね、パー1。これは、まず、じゃあこっち下から行きましょう。円周ですよね。円周は直径かけるパイです。今、半径 X って置いたんで、直径は 2X です。2倍だからね。だから、直径 2x に π かけるんで、ちっちゃくてごめんね。2xπ。これが直径です。あ、ごめんごめん。円周です。で、こっちは弧の長さなんで、扇形の弧っていうのは、直径かける π かける360分の a、中心角です。つまり、直径、今半径ね。扇形の半径は10だから、直径20なんで、直径かける π かける360分の a、216。公式ができるんで、あとこれを解けば OK となります。まあ一応やりましょう。で、右辺と左辺に π があったら、まず π 切りしてください。邪魔なんでね、π。π 切っちゃいます。で、こっちあと2を消せば x だけ残るんで、2で割ると、まあ、どこ行ってもいいんですけど、まあ、10、2で割って、この10で割っちゃいましょうか。20が10になって、360分の216。まあ、そのまま変えておこうか。で、こうなると。で、10とこれ約分したら、1個0消えるから、36分の216になりますと。で、これはま、割り切れるはずだよね。6か。36で割れば、下が1、上が6になるから、x イコール6ですよっていう。つまり使ってることは、組み立てた後のことを考えて、円周と扇形の弧の長さが同じを使って解いたのがパターン1です。いいかな？で、次、これをした。パターン2いきます。これはですね、前回のテスト対策の時にちょっとね、取り上げた、ある公式を使っていきます。一応書くか、これは。側面積。この円錐のね、展開図の時に使えるよって言った側面積を求める公式です。で、側面積イコール、これ多分学校で習わない人もいるかもしれないけど、母線かける半径かける π っていう公式があります。母線はここです。10ですね、この場合は。半径はこっちの x を使います。だけど、これを使うためには、まず側面積を出さなきゃいけないんだよね、ここの。面積。まあ、扇形今半径分かってて中心角も分かってるから面積が出せると。で、一応やります。時間かかるけどね。で、半径10だから、半径かける半径かける π かける360分の216。これが扇形の面積ね。ここの側面積になります。ここね。これが、母線かける母線10かける半径が x。かける π と一致するよっていうんで式が作れる。で、さっきと同じ。まず π は邪魔ですね。π 切りします。で、10もそれぞれあるんで10切っちゃいましょう。
で、X だけ残りました。で、これを約分すればさっきと同じだからね。だから、X イコール6になりますよと。で、これでも OK。で、実は今回一番紹介したいのはパターン3です。ね、先にやれよって思うかもしれないけど、これをぜひ覚えてください。これももしかしたら学校で習わない方はいるかもしれないんですけど、これはですね、このね、円錐の展開図の時に使える技で、中心角を求め、まあ、これは216って分かってますけど、中心角を求める公式があります。これが、母線分の半径かける360で求めることができます。これぜひ覚えておいてください。中心角は母線分の半径かける360。で、なんでこれ使うかっていうと、今中心角分かってる。母線分かってる。半径求めたい。あと360。ってことは当てはめれば、216でしょ。イコール母線10だから、10分の X かける360とこうなります。で、あとはこれ10、まあ約分して0切りますと。で、36X になってるんで、両辺36で割れば、同じく X イコール6となって、これ単位つけとこうか、じゃあ。6センチ。全部同じですよね、答えね。となります。まあ学校で習ってる方はね、それで構わないんですけど、まあこの側面積、ここです。ちょっと囲むか。この公式と、中心角を求めるこの公式ですね。これは円錐の展開図の時にはすごく便利で時間を短縮する技として使えますので、ぜひね、覚えておいてください。では、2番行きましょう。で、2番は立方体の展開図。まあサイコロですね、立方体。で、組み立てて作った時に AB に平行な面、A から K から全て選びなさいという問題。つまり、まず組み立てなきゃいけない。組み立てる。で、組み立てる前に、ちょっとまず確認しましょう。これティッシュでごめん。ちょっと立方体がないんで、お前直方体で許して。今、辺 AB、ある辺に平行な面を探したいのね。その関係、まず確認します。じゃあどうしようか。ここにしようか。ここ。手前のここね。ここの辺に平行な面はどこかって言ったら、まず、こいつと、こいつが入っちゃってる面はダメです。つまり、こいつを含む、こことか、こいつを含む、ここは、平行に入りません。こことここはダメ。で、上と下は、これ、柱になってるでしょ？ここが。柱になってる。つまり、これは垂直な面になっちゃいます。こことね。で、残った、ここは、向こう側のこの面と、この面です。ここね、主役は。いいかい？向こう側のここと、ここ。が平行な面になります。で、それを押さえた状態で、これを組み立てる。で、立方体まず自分で書きましょう。で、立方体はね、慣れておくといいです。書き方ね。まず、ほんとね、適当に言ったら悪いけど、まあ、正方形書くじゃないですか。で、奥に、ちょっとシュッシュッって同じ斜め書いて、横線引くんですよ。で、縦に下ろすんですよ。で、同じ斜めを引くんですよ、ここに。で、ここも点点点って下ろして、同じ斜めで点点点書けば、それっぽい立方体できるから、こうやって。で、自分で書く。で、あとは、この面の関係を全部埋めたいんです。どこがアで、どこがイなのかっていう。で、これ、頭の中で組み立てるときに、好みが出ます。何の好みかっていうと、どっからスタートするかっていう。で、結構、まあ、いろんな子を見てきて、いろんなタイプがあるんですけど、自分は、やっぱり真ん中あたりから始める方が、俺は分かりやすいです。いい、わかりやすい。で、やっていきましょう。じゃあですね、どうしようかな。青でいこうか。で、自分はこっから始めます。う、まあ、絵でもいいんですけど、うからいく。で、このう、真ん中あたりにあるのを手前に持ってくる。手前の面ね。つまり、ちょっと色ここあえて塗っちゃうね。手前のここを、うだと思ってください。いいかい、ここうで固定してね、手前にあるんだよ。で、今今月ね、展開図作ってくれなかったね。このままちょっと申し訳ないんだけど、これをまず、うの上にあるイを折るから、こう上に来ますよね。イとうです、関係的には。折るから上にイが来る。つまり上にイが来ましたよって。で、イとアが、イね、アね、くっついてる。イね、アだよ。で、こうなりました、一緒に。こうなった。で、アはここのイにくっついて、こっちに折れるはずだから、いいかい？イとア、しつこくてごめんね。こうなって、こうだからね。だから、アは左側に来てるはずなの。左がアなの、ここが。
で、この時に AB が今ここに設定されてるから、A を折った時に AB の場所を絶対間違わないようにする。ここ時間使っても構わないから。いいかい？E と A があって、こうなってこう折れてるから、ここが B で、奥のここが A です。つまり AB はここになります。いいかな？で、残りです。うの横に絵がくっついてる。まあ、こうやってうと絵だよね。くっついて。まあ、絵はこうやって折るだけだから、右側に絵が来るなと。これは分かりやすいと思う。で、ここでちょっと気をつけるのが、絵とおね。今、絵があって、おが下にあると。で、一緒に右側にペタンってくっついてから、おをポって折ってるはずだから、おが下に来る。おが下ね。で、奥だから点線しようか。奥にあるのがかです。残りだからね、これはね。っていう感じで、面の場所と、この主役の AB の場所、これを確実に当てれれば、もう問題ないと。あとはさっきのね、やつでやればいいからさ。じゃあ、さっきのやつでやると、まあ、くっついてない面を探せばいいので、絵か、右側にある面と上の面、つまり、ここ。ね、俺赤使うっつったのにね。ごめん、もろ青使ってもうた。上の面と、右の面、こことここが AB に成功な面になるので、答えは、一応面ってつけようかな。面、いと、えと。これが答えになります。すっごい細かいけど、一応こっちも面つけよう。という感じです。まあ、組み立てる時の場所はね、あと好みが出ます。さっきも言ったように、あから始める子もいるしね、端っこから始める子も見たことあるんで、俺すげえなと思うんだよね。そう、俺なかなか端っこからだとちょっと想像力が追いつかないんで難しいんですけど、頭の中で組み立てるのが苦手な方なんかは、ぜひ真ん中あたりからやっていくと結構こう書きやすくなりますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。